午前7時三重県紀宝町の東照寺で今日から始まったのは春休み子ども座禅会です寺では春休み期間中の子どもたちに規律正しい生活を送ってもらおうと40年ほど前から毎年開催しています初日の今日は地元の小学生3人が座禅に挑戦しました時折住職に姿勢を正されながらおよそ20分間の座禅を最後までやり遂げました 子ども座禅会は、少子化の影響で年々参加する子どもが少なくなっていますが、当照寺では今後も続けていきたいということです。座禅会は来月7日日ままで毎日開かれます。